はい、どうも、こんにちは、こんばんは、ミルバケストでございます。ということで、狂い好き。第9回目、やっていきたいと思います。はい。えー、っと、前回は、そうそうそう、そうえー、京也くんにね、かで襲われて、まあ、なんとか逃げ切って、もう、もう嫌だ、こんなとこ出ようっていう風になって、そしたら、なんだろう、おじさまがね、おじさまがこの部屋に入るを、 入るのを見たっていうところまでだったよね。うん。で、ここの部屋の探索をしようっていうところだ。よしよし。屋敷全体図。お !4 階まであるのか。3階、あ、地下も知らないな。4階の屋根裏と、地下の防空壕は知らないな。見かけの間って入れなかったところだよね。あの、多分、あれじゃない。なんか、丸い、 うん、鍵がかかってるようだが、鍵穴が見つからないみたいな。ね。なんか、丸い、なんか、くぼみが開いてるっていうところだよね、きっと。そこから多分地下に行けるんだ。うん。で、えー、3階は、今の上から屋根裏に行けるっていうのが書いてあるね。おじさま <laughs> 怖いから、ふわーんって出てこないで、えー。本が雑に扱われている。京也がこの屋敷について何か調べていたのかもしれない。なるほど。 ここにもなんか、いろいろ、ね。文具や和紙が収納されている。ちぇちぇちちこれ落っこってるやつみたいんだけど。関係ないのか。じゃ、とりあえずこれを見ようか。ん,んなんだうん。何かが隙間に入ってしまった。なんだよ何隙間に入ってしまったまさか、布に何かあるとは思わなかった。どうにかして取り出さないか とというところなんだけども問題集が多く並んでいるどうにかしてそれって、傘とかダメなの傘。何も起こらない。<laughs> ダメか。なんか、アイテムなんかない。金のねじ巻き。そういえば、何この金のねじ巻きって。あと、パズルのピースももう一個見つけてないね。スマートフォン、マッチ、斧あ、斧持ってるじゃん。 隙間を大きくしちゃえばいいんじゃないの斧で。穴開けて。ほら。ね。穴が大きくなったが、斧が刺さったまま抜けなくなってしまった。<laughs> なでしこの鍵を入手した。ああ、な、なでしこね。3階のあそっか。斧はこのままでも大丈夫だろ。ほんと日也がそれ取って追っかけてこないほんとに平気ねえ。そういうところだけが心配、ほんと。 よし。散々京也に殺されたからね、前回。よしと。じゃあ、なでしこってことだけど、なでしこは確か、こっちの、3階の…であれこんなところじゃないよ。違うよ。なでしこは、どこだったっけ えーっと、ここの部屋だっけそうだ。んそうか違うな。<laughs> あれなでしこ。もうやだ、もうみんな死んじゃってさ。どこだったっけなでしこ。 っっちの部屋だったっけ違うこれはこことつながってるんだわなんかここ穴が開いてるけどうん防災と書か,かれた謎の仕掛けがありしか、えー、中央に四角い穴が開いているねこれもまだ謎のままですどこだったっけなでしこ思い出せない なでしこの鍵、なでしこの鍵、どこだったっけなでしこの鍵こっちだったっけちょっと待って、上に上がるんじゃなくて、1階のこっちだ。そうそうそう、この番頭みたいなね、風呂場みたいなところ抜けて、ここだ、なでしこ。あちゃーここ、ひが花なだ <laughs>。なでしこってどこだったっけ ちょっと待って。あ、なでしこは3階のあそこでいいのか。じゃあ、こっから階段登って、えーと、さらに上。さらに上ってどうやって行くんだっけここだっけそうだ、ここだ。で、あれだ、あの、富士の間と並んでたところだよね、確か。ここが富士の間で、 ここだ、なでしこ。そうだ、ここだ。よしよし。じゃあ、ここで、アイテム。えー、っと、なでしこの鍵と。よし、使った。はい。じゃあ、入ろう。ん、もうすでにここに光が。黒の日記2を入手した。うん。古びた黒い表紙の日記帳だ。黒の日記2。えー、7月11日。失態だ。両生2人に脅迫され、金銭を苦民することになった。 彼らに遺体の隠蔽現場を目撃されたらしい。今はおとなしく条件を飲むのが得策か。黒の日記の筆者は誰なんだろうね。誰が書いたんだろうね。だが幸いなことに彼らは僕が殺害したと思っており、左ヨのことは知らないようだ。あ、ということは黒の日記はあれか、旦那様か。すべてを知られたわけではない。それにしても、友人の死を利用し、自分の利益を望むとは、人間の愚かさに、 大人、子供は関係ないのだろうか。9月2日。今日も彼らに要求された。回数を重ねるごとに内容がひどくなる。歯止めの効かない彼らを野放しにするのは危険だ。そろそろ終止符を打たなければ。しかし、この量で3人も行方不明となってはさすがに怪しまれる。未ださよこの精神が穏やかではない時に、僕が警察に捕まればさらなる苦痛を与えてしまう。彼女を一人になんてできない。一体どうしたらいいんだ。僕は彼女を、 サヨコの心を守れるのだろうか。うん。なるほどね。学生に見られてたのか。あのサヨコさんのやつ。カモの剥製だ。これはな、えーにえ、四角形の石を入手した。あということはあそこが開くんじゃないかい例の。バラが描か,かれたシンプルな花瓶だ。あの、例の。俺だかな。鏡だ。ん額の あ、違う。額の左右にボタンのようなものがある。なるほど。後で何かやるのかな後で何かやるんだろうね。小箱には何かをはめるようなくぼみが4つある。んーこれはチェスだ。成功に作られた駒からして結構根寝がするものだと思う。うん、なるほど。これは振り子式の柱時計だ。怪しいところはない。 この屋敷におるあ置ける予定が分かりやすく書かれている。なるほど。とりあえず、あれだね。四角い例の、あれを見つけたから。一般家庭で見かける形のピアノだ。前に住んでた家にあったな。弾いてみようとかなんないのティーカップなどアンティーク系の食器が収納されている。うん。難しそうな本ばかりだ。 よし、じゃあ、とりあえず、四角、四角のやつ手に入れたから。うわぁ、びっくりしたびっくりした。<っ>なんだ、今の音。東館の方から聞こえたよな。まさか、あいつ、やっぱりほら。だから言ったじゃん。多分、斧持ってこっちに向かってるよ。 ああ、びっくりした。じゃあどうすればいいんだろう。とりあえず、四角のあれを手に入れたから。ここね。防災。中央に四角い穴がいてここでさ、使うんじゃないの四角い。四角形の石。あ、違うこれ青色の天然石って書いてあるから、多分。 男子の方から入れるんだ。あんまり行きたくないな、こっちの方は。東の方は。こっちだな。アイテム、四角形の石。あれ使わないのあれあれ使わないみたいだね。どういうことだいちょっと試行してみようか。 だいぶ屋敷内を調べたはずだけど、特に進展はないな。まだ開けられていない部屋をどうにかしないとダメかもな。うん。なるほど。なるほどとは言ったものの、あいつがウロウロしてるんじゃないかと思うと気が気ではないのだが。大丈夫かな。この音がない空間ちゅうのも怖いよ。いろいろ。東の方から音がしたからな。 西を調べるっていいいう感じでもいいのかなちょっと待ってもうどこ調べたらいいのこれ行ったことないそういえばえっ、ー、と屋上になんかつながるなんとかっちゅうのがあったな3階の方から伸びてた気がするけど 3階行ってみるそしたら開けられてない部屋っつったらもうあそこくらいしかないでしょ3階のえっ、ー、とこっちの方だったかな 貼られている紙には一日のスケジュールが書かれてる。ここ見たよねエプロンや着物。あ、じゃじゃじゃ。化粧台だ。んはイすら入ってる。どこだったっけあれここ花瓶割れてたっけ ここ、カビ、元から割れてたっけえー、っと、あいつ、あいつのっていうか、あの、入れないようだあの、旦那様、旦那様が残したあの地図を見に行きたいんだけど、あいつが復活したっぽいから、 なんか見てらんないな。どうしようかな。いいや、とりあえず、セーブしてあるから、行ってみるか。あ、鍵開けた後にセーブしてないっけ一回セーブしに行くか。あ、違う。一回セーブしたんだっけま、あいいや。もう一回セーブするか。 あの、旦那様の部屋はどこにあ,あったんだっけなんか、どっかの、どっかの部屋の、ここでさっきあれを見つけたんだよね。四角い鍵と。あれここに、なんだあったっけセーブするところが。 ね、二階の女子寮にもあった変な模様が光を放っている。なぜか消せそうにないと。ここまでなんか結構、サクサクっと進めてきたのに。ここに来て。ここに来てだよ。ちょっと。ちょっと、迷い気味だよ。うん。あ、やべ。 今のさ,やこさんちょっと、ね、見に行こうか、はあ、ああ飛ばしちゃったけどクソ冗談だろああやっぱりっていうことだろうねきっとねねでもちょっと待ってあ斧はまだここにあるね大丈夫じゃないよその斧を回収しておこうぜ3階の今から4階の屋根裏に繋がるのがあるんだよ、ね あと、三陰の間っていうのがまだ空いてないから。一階の三陰の間と、三階の今間か。ちょっと見てみないとダメかな。大きな布に赤い血が大量についている。多分これ。学生部屋にあるカーテンだよな。あ、そうなんだ。なんかあの、なんか、誰かが着てた白衣みたいなものかと。 違うんだ。抜、うん、けられちまったな。あ、なんかある。見かけの文様を入手した。あー、これで見かけの文様が開くんだな。なるほど。ガッシャガシャに、あいつずいぶん雑に荒らしたな。うん、そう。ガッシャガシャに荒らし回ってるね。ほら、これも。綺麗に積んであった薪が崩れてしまう。薪か。薪物か何かかと。 ね、ずいぶん雑にやがらしたここも空いてるしよしじゃあいいやとりあえず行こう3え三、ー、階の今と1階の見かけの間からつながる防空壕か1階に行けばいいんだなあ嫌だな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 いたりしない大丈夫とりあえずここで 一回書き込もうか。怖いな。怖いな。怖いな。見影の間って、桜の間入ったところだっけここだ。誰もいないよね。いないよね。よし。ここで、えー、っと、これだ。三影の模様。一階の扉にオランジような模様を見かけた。 これでいい。鍵の開く音がした。よし。おいで。やだやだ。ちょっと待って、一回セーブしよう。よし、これでいい。あー、もうやだやだ。黒の日記3を入手した。うん。古びた黒い、えー、日誌の…あ、表紙の日記帳だ。 9月6日、久しく足を運んでいなかった教会へ行った。洗練されたこの空間は、今の僕には眩しい。以前から異国の者が集まる場所ではあったが、今日は見慣れる紳士と出会い、古い要書を譲り受けた。気晴らしに少し読書するものもいいかもしれない。9月7日、要書の内容はとても奇妙なものだった、えー。生と死、そして魂に関する魔術や知識が書かれている。これは黒魔術という類の書物だろうか。 そっか、旦那様の手に渡っちゃったんだな。もしそうなら軽い気持ちで触れてはいけない代物のはずだ。だが、それに惹かれる自分が押されられた。9月9日、傭兵の月。あの本に書かれていた魔術だ。術によって魂を永遠に現世に留めることができると。本当にこんなことができるのだろうか。罪を犯した僕とサヨ子はこの先、破滅の道しかないだろう。もし本当に魂を留めることができるのなら、 サヨコと一緒にいられるだろうかこの屋敷で。それが叶うなら僕は、はあ。なるほど。黒魔術に手を染めてしまったわけだね。暖炉の上には先祖の絵が飾られていうん。やだよ、ね、もう、ギシ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 。これは、これは、これは一体何なのなんか、一階の西側の方にも確かあった気がするけど。 我が血筋が道を開くと書いてある絵がある。我が血筋が道を開く。何だろうね。月と家と鳥と森何だろうね。よくわかんないね。矢印が下に書いてあった。何だろうな。 英語の書物が多く、俺には読めない。うん。こんなもんかな。こっちも多分そうだよね。貿易や商談の資料など、仕事関係のものが多く見られる。うん。そうだね。家系図がある。おな<う>んだいなんだいえーと、これは何て読むんだろうね。初代。 なんだろうね。秋地下秋地下待つかな。秋月と雪。友明とさと、森明と元子。秋、秋家 <laughs> と春。うん。秋田だと行く絵。秋次ぐと近子。 高明とかよ。明人とさよ。ああ。これはあれだね。あの、我が血筋をたどれば開くっていうのは。確か月があって、森もあって、家もあって、えっ、ー、と、鷹もいて、っていう感じだったよね。その通りに入れ替えれば、 扉が開くってことかな。まず、一番先に月があったよね。月があって、ちょっと戻ってみようか。ちょっと戻ろうか。分かった。これ何、何手に入らないのはちょっと、痛いところだね。何々月、家、あれ、山みたいな関係あるかな月、家、高、森 かな月家高森なんかあの山、山みたいのあった山山さんみたいのはなかったね。じゃあ4つか。月家,、えー、高,森月家高森。月家高森。月家高森だった。 この順に行くとあれなのかな開くってことかなどうなんだろうちょっと行ってみるか。ちょっとあいつがうろうろしてると考えると怖くて。とりあえずはここ1階だよね。ちょっとここで開かない開かないだけか。普通にロビーから出てたって言ってたけど。 じゃああとはあとはこっちだよなあれ3階だったよな確か3階のこっちかこの破れてるところあっちに行かなきゃいけないんだあれそう ほんとにこことかじゃなくてんなにこれこれなにうん。ないね。なぜか消せそうにない。豪華そうなものが置かれている。ここじゃないの違うな。今って書いてあったもんな。白いワンピースが多い。 お気に入りの服なのかもしれない。ねベッド、ベッド。今、今、ここ今じゃないの今からなんか伸びてたよね。この、このボタンが気になるところだけど、左右のボタンがある。今はまだなんかできそうにないんだよな。 詰まっちゃったなぁ。ちょっと試行、思考してみよう。うん。あ、そうだ。忘れてた。確か、見かけの間って地下があったはず。この部屋はちゃんと調べておかないと。そうだ。地下か。地下ねそうでした。忘れてました。 そういえば地下があるって言ってたねー。見かけの間。そういえばあいつどこ行ったの本当に。見かけないけど。ここに地下があるって書いてあったねー。これは何だねー。なんでここなんか変な風に、変な風に空いてるんだねー。 ん先祖の絵が飾られている。歴史系の本。ダイヤルを合わせれば開く棚のようだ。あー、わかんねえな。ダイヤルカラクリにまつわるものや園芸などの趣味、実用書など様々な本が揃っている。うん。んちょっと待ってよ。これなんだ ディスク式のオールゴールのようだ。ディスクなんて見てないしな。おかしいな。この部屋に確か地下に行く道があるはず。これはもしかして、あれかなんだっけ月、月家高森だっけの番号なんじゃないか違う。これだ。月家高森、月に、 森、四。あ、違う違う。月家高森だから。二、五、二五八、四じゃない二五八四。二五八四。ちょっとやってみよう。えー、っと、二、五、八、四。よし来た オルゴールディスクを入手したけど <laughs> 書き込んであーもうこれでおしまいかじゃあここだねよしまた1からさてとじゃあオルゴールやってみようか結構今日はやってるけどまああんまり進展なかったからねオルゴールやっておしまいにしようかな なんか聞いたことあんな。これが何うん。いい曲ですよ。はぁなんか出てきた <laughs>。この音楽を聴くと出てくるのか。そうか。 じゃあ、この下の探索はまた今度ということにしましょうね。はい。ということで、えー、ここまで見てくださった方ありがとうございました。ミルバケストでした。ではまた次回、アーデュー